ダンスパートナーが弾かれそうな異様に裾が広がったドレス。首を動かすのが辛そうな異様に広がった襟。先を踏みつけられそうなつま先だけ異様に長い靴。中世から近代にかけてのヨーロッパのファッションってなかなか不思議ですよね。昔のヨーロッパの人たちはおしゃれをするのも命がけ。おしゃれのために亡くなる人もいました。今回は中世から近代にかけてのヨーロッパの不思議なおしゃれを関連する絵画を交えて見ていきたいと思います。左襟。この全然実用的に見えない襟巻きトカゲを彷彿させる巨大な襟。この襟は簡単に取り外しが可能になっていて、最初は襟元の清潔を保つために使われ、結構実用的なものでした。それが洗濯糊の発見とともに、長い左襟の形を保たせることができるようになってしまい、徐々に大きくなり、いつの間にかステータスを見せつけるものに変わってしまいました。左襟が大きく立派であればあるほど、ステータスが高いと見られ、貴族王族たちは肖像画に描かれる時も左襟を着用し、強調して描かせました。こんなに大きな襟がついていたら、顔が動かせなくて身の回りのことをするのも不便だと思うんですが、立派な左襟は身の回りのことをしてくれるお付きの者がいる身分、という証と見られ、大きな左襟はステータスみたいなものでした。このめんどくさい左襟は、西ヨーロッパでは16世紀末頃にバンズと呼ばれるものに変わりました。しかしオランダでは比較的長く残り、その頃南蛮貿易をしてオランダと交流のあった日本でも、左襟が位の高い人たちの間で流行っていたみたいです。こんな感じで、大河ドラマの信長も左襟をつけていたみたいです。日本の左襟ブームは戦国時代を通り越して江戸時代に入っても続いていたらしく、この頃には左襟ブームが終わっていたオランダから来たオランダ人は、まだ左襟をつけている日本人を見て、なんでまだ日本人は100年前のファッションを身につけているんだろう、と不思議に思ったそうです。帽子。ヤン・ファン・エイクの自画像でまず目に行くのがこの赤い不思議な帽子。脱ぎかけのトレーナーを頭にかぶっているみたいになっちゃっていますが、14世紀から15世紀はこんな感じの個性的な帽子が流行りました。ヤン・ファン・エイクがかぶっていたこの不思議な帽子はシャペロンというもので、もともとはフードと短いケープがくっついたようなものが起源で、防寒具としての役割をしていたらしいです。シャペロンは男女関係なくかぶっていたみたいですが、女性はシャペロンの他に、エナンと呼ばれる三角の帽子を身につけることもありました。海外の歴史ものの映画だとたまに見かけるエナン。ひらひらとした布がついていて、きらびやかで贅沢品でした。修道士トマスはそんなおしゃれをしている女の人が嫌いだったのか、エナンをつけている女性に憤慨してこう言っています。実にくだらないやり方で頭を飾りつけては、そんな贅沢な格好をしたいがために怠慢をはたいている。高貴なご婦人に限らぬ全ての女性たち。彼は悪態をつくばかりか、少年たちにエナンをつけている女性から、エナンを剥ぎ取らせることまでしていました。そこまでしなくても、って思うんですが、いつの時代にも変な人っているんですね。プレーヌ。この先がめちゃくちゃ長い靴はプレーヌと呼ばれるもの。12世紀頃にポーランドで流行り、13世紀、イギリスのリチャード2世がポーランド人の女性と結婚したことで、イギリスでも流行りました。それからだんだんとヨーロッパ中に広がりました。左襟がだんだんと大きくなったのと同じように、時とともにプレーヌのつま先の長さはだんだんと長くなり、最大60センチにもなりました。プレーヌのつま先の部分には形を保つため、苔や馬の毛を入れていたそうです。プレーヌはキリスト教の作家から、虚栄心や悪魔的であると定期的に非難されたり、王様からも贅沢品として多額の税をかけられたり、禁止されたりしました。非難されたり禁止されたりしたのに加え、歩くのが困難なくらいつま先が長くなってしまったため、1480年代には人気が廃れ、誰も履かなくなったそうです。しかしイギリスにはこのプレーヌが起源と思われる靴、ウィンクルピッカーズがあり、一部でまだ人気があるみたいです。つけぼくろ。16世紀から18世紀末のイギリスやフランスなどのヨーロッパの上流階級では、パッチ化粧、いわゆるつけぼくろが流行っていました。
ほくろはこんな感じで小さな箱に入っていて、ウールやビロードで作られていました。小さな丸だけではなく、星型や三日月型のほくろもありました。顔に残ってしまった天然痘の跡を隠すため使用されたのが始まりと言われていますが、だんだんと黒いパッチを貼った方が白い肌が目立つ、ということでおしゃれアイテムとして広まったそうです。こんな感じでつけぼくろの位置に名前も付けられていました。この頃つけぼくろはめちゃくちゃ人気で、お堅いイメージの聖職者まで流行りに乗ってつけぼくろをつけていました。本当に流行っていたみたいで、つけぼくろをつけている肖像画がたくさんあります。こんな感じでつけぼくろをつけようとしているご婦人から、なんかシミのようになっちゃっているつけぼくろをつけているおしゃれな男性まで。肌が白い人も黒い人も関係なく、つけぼくろをつけておしゃれを楽しんでいたみたいです。しまいにはこんな感じで、額に馬車を走らせる人まで現れました。ここまで来るともはやほくろというよりタトゥーに近い感じがします。こんな豪華な服を着ている女性は、こめかみに大きなつけぼくろをつけています。この時代はこめかみにつけぼくろをつけるのが流行っていたのか、同じようにこめかみにつけぼくろをつけた女性の肖像画が何枚かあります。つけぼくろはあまりにも人気だったので、つけぼくろ師という職業があったそうです。クリノリン。こんな感じのふわふわなドレスは、16世紀頃から流行り始めました。16世紀から18世紀頃まで、このふわふわドレスはスカートの下につけるペチコートと呼ばれるものを何枚も着ることでふわふわ感を出していました。何枚も何枚も布を重ねるのは、用を足すときに何枚もめくらなきゃいけないし、とても面倒だったと思います。そういった女性たちの声がたくさんあったのか、19世紀頃にクリノリンと呼ばれるこんな感じの骨組みの下着が発明されました。この輪っかがいくつも重なってできている下着クリノリンは、クジラのヒゲや針金でできています。ちなみにクジラのヒゲって、口の中に生えているオキナミとかこすための細かい毛のことで、ケラチンでできているみたいです。針金やケラチンでできたクリノリンなので、ふわふわのドレスの下は思いっきり硬かったはずです。しかしクリノリンをつけると、何枚も布を重ねる必要がない上に、ドレスをよりふわふわに演出できたため、女性たちはクリノリンにのめり込んでいきました。ナポレオン3世の皇后、ウジェニーが巨大なクリノリンをつけたのがきっかけで、スカートの裾は大きく広がれば広がるほど良い、という風潮が生まれ、クリノリンはますます巨大化していきました。あまりにも巨大化してしまったせいで、クリノリンはおしゃれだけではなく、子供を雨から守るのに使われたり、食品を隠すのに使われたり、その他クリノリンはテントとしても活躍したり、浮き輪として使ったり、お風呂として使ったり、空を飛ぶのにも使える、という風刺画が描かれました。これらはクリノリンが巨大で邪魔なだけのアイテムということを示唆するための風刺画で、すべて本当に起きたこととは限らないんですが、クリノリンがおしゃれアイテム以外の用途でも使えそうなほど巨大だったことは確かです。クリノリンはこのように邪魔なアイテムとして見られることも多く、デメリットがたくさんありました。まず第一に邪魔なんです。馬車に乗るのも邪魔だし、普通に歩いていても邪魔です。クリノリンをつけているせいで女性がドアを通れないなんてことは日常茶飯事でした。ふわふわのドレスに興味のない男の人からしたら、憎たらしい存在でしかなかったはずです。クリノリンの最大のデメリットは、クリノリンのせいで負傷してしまったり、最悪死んでしまうことがあること。身につけたクリノリンが引っかかって転倒したり、強風に煽られて飛ばされそうになったり、暖炉などの火がスカートに引火して火傷を負ったりしてしまう事故が多かったみたいです。1858年ボストン、ある夕食会でクリノリンを身につけた女性のスカートに火がつき、女性は焼死してしまいました。夕食会に参加していたゲストはみんなクリノリンをつけていたため、燃えている彼女を助けることができず、ただ単に見ているだけしかできませんでした。1861年には、アメリカの詩人、ヘンリー・ワズワース・ロングフェローの妻が、同じようにクリノリンに広がったスカートに火が引火して焼死。その10年後、オスカー・ワイルドの姉妹、エミリーとメアリーが同じように焼死してしまう事故が起きました。一説によるとクリノリンが原因で事故に遭った人は年間2万人、死者は3000人になると言われています。あのナイチンゲールは自身の本、
看護覚書で栗のりについて苦言を呈しています。貧困法制な女性でも栗のりをつけて前かがみになると、横になっている患者から丸見えなのに、誰もその気まずい事実を言わない。栗のりによる死者はたくさんいる上に、死亡はしないまでも一生障害を負った人の数を数えると膨大な数になることを考えると、女性の服は実に残酷である。ナイチンゲールのほか、栗のりを批判する声は多数あり、タスマニア新聞は栗のりを味気ない、派手すぎ、不便と書き、詩人のジョン・クローズは女性は滅多に一部屋に収まることがないと皮肉りました。こうした批判もあってか、不便な栗のりの人気は次第に落ちていき、1868年にはお尻の部分だけふわふわにさせるタイプの栗のレッドと呼ばれるものが入り出し、栗のりの人気は完全に消えました。ホブルスカート。栗のりの人気が消えた後、1900年代から1910年代の間に、今度は逆にスカートの裾をタイトにしたホブルスカートというのが流行りました。ふわふわにさせすぎた反動で、今度はタイトなものが流行ったんですね。しかしホブルスカートはタイトすぎて、女性たちは歩幅を非常に小さくして歩く必要があり、大変不便だったため、すぐに人気は廃れました。ちなみにホブルスカートでも死亡事故が起きていて、ホブルスカートを着た女性が暴走した馬を避けきれず衝突して死亡したというのが記録されています。本当におしゃれって命がけです。こうして見るとファッションって、だいたい小さな飾りがだんだん大きくなって廃れて、今度はシンプルなのが流行するみたいな流れがある気がします。現代の流行もスカートの丈が長くなったり短くなったり、オーバーサイズが流行したり、タイトな感じが流行ったり、膨らんだりしぼんだりして行ったり来たりしている感じがして、今も昔もおしゃれの流行が忙しいのはあまり変わらないんだなって思います。ということで、今回は中世から近代にかけてのヨーロッパの変なファッションについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またねー。